角という字に行きますね。車辺を大体間隔を揃えて書いていきますね。まず沿ってこの線よりも幅を広くして、まあ、火を描くイメージですね。真ん中を狙って閉じます。上の 1.5 倍ぐらいで持ってきたら、間隔をほぼ揃えて縦を持ってきますね。辺よりも少し下から短い縦を描いたら、まあ、この、1画目の少し下にこの長さと同じぐらいで大体持ってきます。そしたらそこに収まるように、まあ、2つの点を、まあ、45度ぐらいで開いて、そしたらちょうど中心で交わるように、まあ、大体45度ぐらいできてるかな。で、同じですね。辺よりも下がらないようにして描いていきます。